先天性を隔膜ヘルニアとは、発生異常によって、先天的に生じた横隔膜の欠損口を通じて、復腔内臓器が強行へ脱出する疾患を言う。強行に脱出する復腔内臓器には、小腸、血腸、肝臓、胃、十二指腸、脾臓、膵臓、膵臓腎臓などがある。発症率は、出生2000から5000人あたり1人で、日本では、 年間、約200から300人が発症している。ボッホダレク、アナヘルニアボックダレックヘルニアは、後外側横隔膜ヘルニアとしても呼ばれ、先天性横隔膜ヘルニアの95%以上の症例を占める。横隔膜の後外側に穴が開いており、腹腔内臓器が強行内に逸脱する。ボッホダレク、アナヘルニアの80から85%は、 横隔膜の左側に発生する。重症例では、生存困難なことも多い。CT of the Chest でモンストレ o ツ a モーガニーヘルニアモルガーニアナヘルニアモーガニーヘルニアは、横隔膜の前方が欠損するもので、膀胸骨裂孔ヘルニアや、胸骨後ヘルニアとも呼ばれる。モルガーニア穴は、胸骨の肩状突起に隣接する。横隔膜腱管症は、 横隔膜に穴は開いていないが、横隔膜が薄くなった部分において、復腔内臓器が胸行内に変異している場合に、診断される。ありがとうございます。